皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今日もお金の勉強していきましょうということで、このチャンネルでは、皆様の人生の選択肢をですね、広げていただくためにお金情報、そして海外生活情報を発信しております。今回の動画は2つに分けてお話しします。日本にいながら海外の資産運用ができる方法を紹介します。1つ目に、海外積立プランって何、まあ、別名オフショア金融商品っていうふうにも言われていますよね。で、2つ目に、海外積立商品はこのような方におすすめ、という順でお話ししていきます。はい、まあ、人生プランを考えた時にですね、お子様の大学資金を準備したいとか、あとは老後生活のために年金以外でお金を増やしたいという方は多いかと思います。まあ、これは万国共通の考え方であるんですけれども、私もその中の一人でございます。はい、まあ、そのような方々をサポートするためにですね、この金融商品というのが存在しております。この金融商品というのは、例えば保険だったりだとか、積立保険だったりとか、まあ、積立プランっていうのがありますよね。で、この金融商品の一つに海外積立プラン、というのが存在しています。はい、まあ、そもそもですね、この海外積立プランって何なのっていう話なんですけれども、この海外積立プランっていうのは、まあ、そもそもですね、海外移住者向けの資産運用のツールでございます。はい、まあ、例えば日本人の方でね、1年以上日本を出国する際には、多くの方々が住民票を抜いています。で、そしてマイナンバーを持っていたのであれば、市役所に出向いてですね、このマイナンバーを返却していると思います。で、そして年金、保険料をですね、まあ、払う払わない選択肢はあるんですけれども、まあ、多くの方が払っていらっしゃらないという形になりますね。はい、私もその中の一人でございます。で、海外移住者ですと、この日本での積立NISAの加入が困難だったりだとか、あと現地でですね、移住先の話になるんですけれども、まあ、現地で年金をもらえないケースというのもあります。はい、まあ、ですので、この国境に関係なくですね、資産運用ができる海外積立プランを利用される方は多いです。で、これは日本人に限らずですね、イギリス人だったり、フランス人だったり、イタリア人、オーストラリア、ニュージーランドの方も加入されております。で、この海外積立プランの日本での立ち位置なんですけれども、保険代理店、あとはこの金融機関ですよね、日本国内で海外積立プランの販売は基本的に認められておりません。金融商品を販売する際には、金融庁の認可が必要でございます。で、この海外積立商品の国内販売というのは認められてないんですね。取り締まりが厳しいということでして、まあ、日本でこの FP さんなどがこの海外積立プランを販売するには気をつけないといけない点ではあります。まあ、しかしですね、日本居住者、日本に住んでいる方で海外積立プランに加入している方は実は多いですよね。これなぜかと言いますと、まあ、例えば海外に出て、で、まあ、駐在さんですが海外移住されてて、で、この現地、まあ、例えばマレーシア、インドネシア、まあ、そういったところで加入して本帰国した方もいらっしゃれば、で、まあ、日本では販売できないんだけど、まあ、そういった方たちのお話とか、まあ、意識高い方で、ね、情報を取っていって、あ、こういった商品があるんだ、ちょっと調べてみて、あ、私に合ってるかもということで、任意ですね、契約したいですということであれば、これは OK なんですよね。まあ、なのでちょっとね、グレーな部分はあるんですけれども、日本国内にいながらですね、海外金融商品っていうの加入はまあ可能でございます。この条件としては、ご自身がですね、契約したいですよ、興味がありますよということであれば OK ということです。2番目にですね、海外積立商品っていうのはこういう方におすすめですよっていうのがあります。で、1つ目に、外貨で資産運用したい方ですね。はい、まあ、基本的にこの外貨積立プランが多いですね。この外貨っていうと、まあ、主要通貨になります。US、あと日本円で運用できるプランもございますね。あとはオーストラリアドル、香港ドル、シンガポール、というのもありますね。スイスのフランクっていうのも運用できる、商品もございます。あとは日本国外で資産を運用したい方、なのである意味こうリスク分散ですよね。資産を分散して、リスクを分散しながら日本でも運用して、で、海外でも運用したいという方向けでもございます。あとはこう長期積み立てができる方
ですね、まあ、これはあの海外積み立て商品でなくともですね、積み立て NISA とか、あとはまあ学習保険とかもそうですけど、かなり長期戦ですよね。まあ、あのなので、まあ、欲を言えば、まあ、15年以上ある方ですねにはおすすめでございます。まあ、もちろん年齢制限っていうのがありますので、例えばまあ50歳の方がですね10年間だけ運用するというケースもございます。あとはこう学資保険ですね、あとはまあ終身保険以上の利回りを求められている方にもおすすめでございます。でこの元本確保型プランっていうのもあるんですよね。で例えば15年で 140% 手数料抜いた後ですね、戻ってきますよ、還元しますよっていうのもあれば、じゃあ20年で 160%還元しますよというのもあります。これどういうことかというと、この後ね手数料取られるんでしょと思うかもしれないんですけれども、この数字っていうのは手数料あの抜いた後でございます。なので、まあ、15年20年どちらでもいいんですけど、1000万円を積み立てたと。でこれ15年は 40% ですので、まあ、これ 40% ということは400万円ですね、利益が得られるという形になります。でこちらは、まあ、手数料抜いた後です。で20年だと600万円の利益があの出る。これあの元本確保型の、まあ、プランっていうのがありますので、確実にお金を増やしたい方にはおすすめでございますね。で、まあ、こちら利回りなんですけれども、最低 4% の利回りで運用されるということになります。そしてこういった方にもおすすめです。駐在員さんなど海外でのお仕事が多い方、一つの、ね、場所にこう留まっていない方ですね。あとは、まあ、海外移住を考えられている方、そして海外移住されている方ですね。この海外積み立て商品っていうのは国境関係なくですね、クレジットカード1枚で、積み立て可能でございます。各現地で積み立てのためにですね、お金をわざわざ動かさないでいいんですよね。まあ、イメージとしてはお金を運用するということで、現地で口座を開いて、でそこで例えばリンギットなのか、あとはルピアなのか、というところでもう主要通貨に変えてで運用するというイメージなんですけれども、まあ、まあそもそもこう海外移住者向けということですので、国境関係なく、そしてスムーズに積み立てができるように、クレジットカード1枚で OK ということですね。まあ、このクレジットカードというのも随時変更可能ですので、また違う国に行ったら違うカードに変えられるということになります。まあ、こういった方にもおすすめですね。まあ、初心者の方多いですよね。この資産運用に関してもう知識ゼロの方多いです。はい。まあ、そういった方たちに対してですね、まあ、海外積み立て商品のこの販売免許を持ったこのアドバイザーについてほしいということですよね。筋トレのパーソナルトレーナーのイメージですけれども、まあ、積み立てプランによってはご自身でこの投資先を決める必要があります。これポートフォリオっていうんですけれども、投資信託の、組み合わせの内容ですね。バランス型なのか、新興国系なのか、インデックスなのかっていうのがいろいろあります。でそれでこうアドバイスを受けたい方というのはアドバイザーがついております。この投資信託の成績ですとか、でこれからの経済の流れですよね、まあ、ニュースをもとに、アドバイスしていくわけなんですけれども、まあ、こういうふうにこう組み替えたらいいのかとか、あとはこの投資額のこう比率というのもですね、はい、まあ、相談に乗ってくれるアドバイザーっていうのがいます。であとですね、契約したご本人が奥様、そして旦那様、ご兄弟やご両親ですね、親族に積み立てたお金を譲りたいと思っている方ですね。本当人生何があるか分かりませんので、契約者が亡くなられた場合、親族にお金を譲り渡すことも可能でございます。これ保険の要素を利用してはいるんですけれども、契約者がですね亡くなられた場合は、まあ、指定されているこの受益者、これいつでも変更可能でございます。もちろんこの契約者が生存中の話ですけどね、この受益者は変えられるという話です。まあ、こちらはね安心材料かなというふうには思います。あとはこう日本語対応できるアドバイザーからですね、こうオフショー金融商品の説明を受けてみたいという方は、まあ、ぜひとも LINE ですとか、あとは私のホームページの方から、まあ、ご連絡ください。今回の動画ではこう資産形成の一つの選択肢として、日本の金融商品以外にも日本居住者、日本に住んでいる方でも海外積み立てプラン、というのは購入できますよ、加入できますよという話をしてきました。でそして、まあ、こういった方におすすめということで、まあ、例を挙げてお話しさせていただきました。で来週はですね、この海外金融商品の注意点、
をお話ししていきたいと思います。海外で、まあ、この米ドルなどね、主要通貨で長期でお金を増やしたい方、そして海外積立プランを検討されている方にはもってこい の商品かなというふうに思っております。まあ、資産形成する際にですね、日本の金融商品だけでなく、海外の積立商品の中身を知った上で、まあ、比較しながらですね、はい、ご自身の資産運用ができるといいですね。今回の動画はこれまでということで、私の公式 LINE に登録していただくと、限定お金情報、そして海外生活情報というのを発信しております。概要欄の方に、はい、QR コード、そしてこちらの方にも出てますね。はい、で登録をお願いいたします。でそして、私のパーソナルライフではあるんですけれども、インスタグラムもしておりますので、ご興味のある方は、はい、登録してみてください。それでは皆さん、お体に気をつけて、また来週会いましょう。失礼いたします。 Have a nice day. Bye.